暁のリーダーの居場所をつかんだ。で、その暁のリーダーってのは雨隠れの里にいるんだ。この里に戦がなくなったのは全部ペイン様のおかげなんじゃ。ペイン？マダラから九尾を狩るように命を受けていたのだ。本当に恐ろしいのはその容赦ない強い刃の心。あの目、リムネか。ペインが動き、6人ものリンネガンが、お前らは一体何なんだ。我々は神だ。まさしくあの子が夢の子か。言うことも考えることも人のそれになる。だが俺は無限に続く痛みの中で人からさらに成長したんだ。人から神へと。神の手助けなり、これからコモンへ向かう渦巻きナルトはごとく。お前の語る痛みはどれほどのもの。真の痛みはお前ごときに分かるはずもない。痛みを知らぬ者に本当の平和は分からん。ここより世界に神よ。愛情があるからこそ犠牲が生まれ、憎しみが生まれ、痛みを知ることができる。